養子縁組、オーストリア人による1847年の油罪が、養子縁組、一とは、具体的な血縁関係とは、無関係に、人為的に親子関係を発生させることを言う。英語では、アダプションと言い,い、日本語にもこれを音社した、外来語、アダプション、アドプションがある。この関係によって設定された親、子、現代日本語では、それぞれに養親、養子、 養子という。3. 養子を性別で呼び分ける子は女性にだけあって、養女といい、男性を呼び分ける子はない。4. 養親子は、養子縁組によって生じた親子の関係を指し、また、養親と養子の総称でもあって、血縁に基づく親子を指す、実親子と対義語の関係にある。養親にあたる父と母は、それぞれに、養父養母と言い,い、合わせて、 養父母という。これは、祖父母でも同じで、養孫縁組、養祖父、養祖母、養祖父母という。また、養子に行った先方の家は、養子先と言い,い、養家、養方とも言う。ローマ皇帝、トライアヌス。に、ネルーアが2年足らずの帰性で病没すると、あらかじめ養子縁組を結んで、ネルーア家の家徳を継いでいったトライアヌスが即位した。いわゆる学長制を基本とする。 家族制度を採用している場合は、家長、家業の後継者や財産の相続者を得るための養子縁組制度が必要である。古代ローマの制度はこのような制度であり、日本においても日本国憲法の制定に伴い家族法が大幅に改正される前の養子制度は、武家の価値観を受け継ぎや制度を維持するための制度であった。5. また、これとは別に、 近代以前の東アジアでは、より犠牲的な親子関係の色が強い、義士、勇士などの制度があった。その後、ヨーロッパでは、キリスト教の普及により、神以外の者が親子関係を勝手に作るのは、冒徳と考えられ、一時的に、養子縁組制度は、スタレルも、脱宗教化が進んだ。近世以降は、親のための制度としての機能を果たすようになる。つまり、 老後の扶養を得たり、親のない子を養いたいという博愛精神を満たすことを目的とする機能を有するようになる。19世紀中頃にアメリカ合衆国で恵まれない子供に家庭を与えるための養子縁組制度、すなわちこのための制度が導入された。ヨーロッパでも第一次世界大戦により、孤児が増加し、このための養子縁組に関する養子法制が導入された。 日本においては日本国憲法制定に伴い改正された家族法がこのための福祉という観点からこれを導入したが本格的な導入は1988年から施行された特別養子制度を待つことになる。養子縁組制度が求められた理由は以上の通りであるが法制度の建前はともかく現実的には様々な事情により養子縁組がされる。 日本の場合に多く行われるのは、離婚後の再婚に伴う、連れ子の養子である。しかし、青年に達している者を養子にすることが、法律上可能であることもあり。6. その他、このための制度としてはあまり機能していない。具体的には、事故の孫を養子にすることにより、相続税の節約を図る節税養子。7や、男子に家を継がせるための、いわゆる、婿養子などが行われている。 また、大正時代には、新聞史上を通じての養子仲介があったが、養女のもらい手の大半は芸妓屋であったという、新聞社もあった。なお、イスラム国家では、キリスト教と同様の理由により、養子という概念が、一般的ではなく、チュニジアを除き、養子縁組を認めていない。日本の歴史において、最初に現れる養子に関する法律は、党の律令法の影響を受けて成立した。 大法律量であると言われている。ただし、中国の相続社会と違って、姿政制度の延長上に成り立った日本社会では、中国のような厳格な政権は設けられず、一定の年下のものであれば、養子縁組は、比較的簡単に許された。このため、貴族社会においては、交換が優秀な孫や所流傍流出身者を養子に迎え、影暗い制度を活用して、 その出生を助けることで、結果的に一族の繁栄を図ろうとするための養子縁組が多くなった。また、時には、遠い親戚や異性出身者を養子にするものもあった。8. また、平安時代までは、養子とより、犠牲的な要素の強い、有子との区別は曖昧であった。家の継承という要素が強くなり、養子と有志の分離が進むのは、中世以後のことであるが、 南北朝時代に入っても混浄は残っていた。当時の養子縁組の代表的な例として、石管家を例にとると、二十年間に文徳天皇の義父として、権力を振るっていた、正治暗い右大臣、藤原義房に男子がいないために、長兄で、肖像遺産儀であった、ながらの三男、元常を養子に迎えた。その結果、元常は、 養父の影くらいによって十七歳の若さで蔵人になった一方で、ながらのことしてそのまま育ったその同父母兄弟は、兄、国常が三十一歳、弟、清常は三十二歳になってやっと蔵人に到達したのである、旧。さらに、吉封が、摂政、大城大臣に上り詰めたのに対して、ながらは、県中納言で死去したために、その出世の格差は広がるばかりであった。 異性の養子の例としては、姉婿である藤原頼道の養子となって、後の村上源氏繁栄の基礎を築いた源の諸房、十などがいる。そのため、上級貴族は少しでも子孫にとって優位な出世をさせるための養子縁組を次々と組むようになっていく。極端な例としては、同じく石関家の藤原忠姉とその子、孫のケースが挙げられる。忠実の長男、 ただに男子ができなかったために、忠実は自分が長愛していたその弟のよりながをただの養子にさせた。その後、ただに実子が生まれて、忠実、よりながとただが不仲になると、よりながの息子である市長を早く出世させるために、忠実は市長を自分の養子にして影くらいの便利を図った。11。この結果、市長から見てただは、 本来の系府上のおじというだけでなく、同時に祖父でもあり兄でもあるという大変複雑な事態が生じたのである。鎌倉時代後期以後になると、家督と所領の一体化が進んで、着手相続が一般的になるにつれて、家の存続を最優先とした養子縁組が行われるようになる。特に武士では、当主に男子がいない場合、もしくは幼少の場合に、 仕組みへの中金を尽くせないことを理由に所領を没収されるなどの事態を避けるため、養子縁組を行うことが一般的となった。実弟を養子とすることや、養父の実の息子を養子が自身の養子とすることはしばしば見られる。これらはいずれも巡養子という。後者の巡養子の場合、一代限りであれば、間に入った養子は中継ぎ的立場になるが、代々巡養子を重ねて、 両党鉄律のような形になる例もある。12。また、娘に夫を迎えて、養子とする、婿養子、大名が、参勤交代などの折に、万が一の事態に備えあらかじめ届け出る、仮養子。13、大名、家臣が急に既得になった場合に出される、末期養子などがあった。このほか竹の大名などを宴石として参加に取り込みたいが、実の娘に適当なものがいない場合、 一族や重臣の娘を形式的に養女とした上で目合わせることも行われた。江戸幕府は当初は様々な養子規制を設けたものの、慶安の変をきっかけに末期養子の金を緩め、教皇18年には当主か妻の宴席であれば、老人、売身でも養子が可能とされた。養子の規制は時代が下るにつれて緩くなり、江戸時代後期には商人などの資産家の次男以下が、 持産金を持って武家に養子に行って、武士身分を得るという持産金養子が盛んになり、私分の取得を容易にした。14? 一方、商人、農民などの庶民官における養子縁組は、証文のやり取りだけで縁組も利縁も比較的容易であり、加盟の存続よりも家業の経営を重視した養子縁組が行われることが多かった。15? また、教法の制度変更によって、 女性の名義では借家を借りることができなくなったことから、女性だけの世帯が家を借りる際には、男性の名義を借りるための便宜的な養子縁組が行われるようになった。明治時代以後になると、家を社会秩序の中心に置く、家制度がすべての改造に広げられた結果、養子縁組も家制度の維持という観点で行われることが多くなった。それが大きく変わるのは、 第二次世界大戦後の日本国憲法制定に伴う民法改正以後のことである。日本の旧民法における養子縁組、編集日本の旧民法において養子縁組は養子の家に入り養子の着室こたる身分を取得することであると言える。養子は法定結族の一種である。 養子縁組を成立させるための法律構成としては、契約型と決定型とに立法令が分かれる。契約型、編集契約型は、養子になるものと養子になるものの契約により、養子縁組を成立させる形態であり、スイスやオーストリアなどで採用されている。また、ドイツやフランスでも以前は、契約型が採用されていた。日本では、 民法792条から817条までに規定されている普通用紙がこれに該当する。契約により用紙縁組が成立するとは言っても、用紙になる者が幼少である場合などは、自ら有効に縁組契約を結ぶことは不可能なので、そのような場合は法定代理人などが代わって縁組の承諾をすることになる。日本では用紙になるのが15歳未満である場合は、 法定代理人が養子になる者に代わって縁組の承諾をする。また、養子になる者を保護する観点から契約刑を採用する場合でも公的機関の関与を要求することがある。日本では未成年者を養子とする場合は、事故または配偶者の直系非属を養子とする場合を除き、家庭裁判所の許可が必要になるし、公権人が非公権人を養子とする場合も、 家庭裁判所の許可が必要になる。養子が婚姻する場合、婚姻届の父母の指名欄には実父母の名義を書き、養父母はその他の欄に書くことになっている。決定型、編集決定型は公的機関の宣言によって養子縁組を成立させる形態であり、多くの場合、養子になる者の申請に基づき裁判所が養子決定をする形態をとる。 英米法を基礎とした国や、現在のドイツ、フランスなどで採用されている。日本では、民法817条の2から817条の11までに規定されている特別用紙がこれに該当する。日本では、用紙が15歳未満までの場合に特別用紙、縁組が認められており、それ以外の場合は普通用紙縁組を行うこととなる。単独縁組は、 原則配偶者の連れ子を特別養子にする場合のみ、できる。単独縁組の場合、戸籍上は、実父との関係は終了し、養父と実母の長男、長女と実子扱いになる。また、異父兄弟姉妹は実の兄弟姉妹扱いになる。養子縁組によって、養子と養子、養子と養子の結族の間に法定結族関係が生じることになる。また、 養親と養子のもともとの血族との間には、法定血族関係は生じず、縁組後に養子に生じた血族と、養親及びその血族との間には、法定血族関係が生じる。例えば、縁組前に生まれていた養子の子と養親との間に、親族関係にないが、縁組後に生まれた子との間には、血族関係に立つ。実の兄弟であっても立場が違うことになる。 養子縁組後の実親子間の親族関係、編集養子縁組が成立した場合に、養子とその実親との間の親族関係が終了するかどうかについても立法令が分かれる。親族関係が終了する制度を採用する場合は、養子と実親の一方が死亡した場合、他方は遺言による場合等を除き相続権を有しないことになる。 ただし、親族関係が終了するとしても、近親婚を避けるための措置が取られることが多い。この節では、民法は常数のみ記載する。普通用紙縁組用紙が、戸籍上は、実親との関係は残り、二重の親子関係になる、縁組を指す。一般に言う用紙のことであり、戸籍上は、養親との関係は、用紙と記載される。特別養子縁組養子が、戸籍上も、 実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした縁組を指す。貧困や捨て子など、実親による養育が困難、期待できないなどこの利益とならない場合に、養親が実の親として養子を養育する16ための制度として、1987年に新設された制度。このため、戸籍上は、養親との関係は、長男などの実子と同じ記載がされ、 養子であることが分かりにくくなっている。また、離婚した養子の再婚相手が実父母の場合は、実親との関係が一部だけ復活する。単独縁組は、配偶者の6歳未満の連れ子を実施扱いにするときだけ縁組ができる。その場合、戸籍上は、実父との関係を終了し、養父と実母の長男、長女とする実施扱いで記載される。もっとも、 817条の2による裁判確定に基づく入籍である旨は記載され、戸籍を遡ることにより、実父母が誰であったか知ることができるようになっており、養子の出自を知る権利や近親婚の防止に配慮してある。2020年4月1日より内容が一部改定された新民法が施行され、特別養子縁組制度の利用を促進するため、 年齢制限の上限の引き上げや縁組成立の手続きを2段階に分け、養子となるものの負担を軽減する改正がなされた。養子縁組は、養子機行為であり、一定の方式によることが必要である。普通養子縁組原則として、当事者の意思により自由に縁組できる。しかし、養子が未成年者である場合は、養子が事故または、配偶者の直系貴族でない限り、 家庭裁判所の許可が必要である。公民時に配偶者の連れ子がいる場合、養子縁組をしない限り法的には自分のことはならない。養親になるには青年者であればよく未婚者でもよい。ただし、養親となる者に配偶者がいる場合は未成年者との養子は配偶者とともに縁組をすることが必要であり、青年者との養子は 配偶者の同意を得て縁組することが必要である。後見人が非後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。養子になるには、養子の存続または年長者でないことが必要である。つまり、弟や妹、年少のいとこなど同世代でも年少者であれば、養子とすることができる。十七。また、縁組後日親方との関係は継続である。 1987年の改正前には、特別養子縁組はなく、普通養子縁組だけしかなかった。特別養子縁組父母による看護が著しく困難、または不適当などの特別の事情があり、このために特に必要でなければならない。養子になるには、25歳以上の配偶者のあるもので、夫婦ともに養子になることが必要である。これは、 実父母の代わりに養子を十分な環境で育てるための制度だからである。養子になるには家庭裁判所に養子縁組の審判請求をする際に原則6歳未満であることが必要である。ただし5歳前からすでに養子となる夫妻にすでに看護されている場合は請求する際に8歳未満であればよい。これは養子が実親として育てることが予定されている。 制度であるため、子に物心がついていないことが必要だからである。また、8歳以上の場合には、家庭裁判所に特別用紙の裁判請求はできない。1987年の改正からは、改正以前の普通用紙から特別用紙への転換ができたが、現在は原則として、普通用紙からは転換できない。離婚した養父の結婚相手が、実母、 両母の再婚の相手がジップの場合は一部だけ。2020年4月1日より施行された改正民法により、それまで原則6歳未満であった年齢制限が15歳まで引き上げられた。例外的に17歳までも年齢制限の対象となる。1988年に制度が導入されて以来初めての見直しとなった。さらに、 この新しい法改正により、それまで実親の同意撤回は審判確定前まで認められていたが、2週間を経過すると撤回できなくなった。また、それまで養親となる夫婦が家庭裁判所に申し立てをしていたが、実親のほか、児童相談所の所長も申し立てが可能となった。さらに、同時進行が可能な二段階手続きを取り入れることにより、 手続き長期化の防止も目指されている。改正後も、6ヶ月以上の試験養育は必要となる。15歳から17歳までの子供については、本人の同意がある、15歳未満の時から養父母となる人が養育している、やむを得ない事情で15歳までに、申し立てができなかった、という条件を満たせば、特別養子縁組が認められる。 縁組の審判確定時点で18歳に達している。人は改正後民法の下でも特別養子縁組はできない。ため、普通養子縁組が選択肢となる。また、15歳未満の者についても、その意思を十分に考慮しなければならない、とされている。養子は養子縁組をもって、養子の着出こたる身分を取得する。養子縁組後の死、編集養子は養子の死を称する。 ただし、婚姻によって死を改めた者については、その効力の及ぶ期間まで。例外は、婚子族証は、婚姻の際に定めた死を称する。また、養子が既婚者の場合、戸籍上の筆頭者である場合は、配偶者も同時に、養子の死を名乗ることになる。逆に、筆頭者でない場合は、夫婦同士の原則から、縁組しても、養子の死を名乗ることはできない。 養子に子がいる場合、養子の子の死は、養子が縁組する前の死のままで、養親の死に改める場合は、入籍届を提出する必要がある。養子縁組後の親族関係、編集養子縁組によって、養親と養子、養子と養親の血族の間に、法定血族関係が生じる。したがって、民法上は六親党以内の者が、親族に該当する。また、 養親と養子の元々の血族との間には、法定血族関係は生じず、縁組後に養子に生じた血族と、養親及びその血族との間には、法定血族関係が生じる。養親が死亡した場合、養親の血族との間の親族関係を継続させるか打ち切るかは、本人の意思による。養子縁組後の実親子間の親族関係、編集日本の場合、 普通用紙の場合は、実親子間の親族関係は終了しないのに対し、特別用紙の場合は、親族関係が終了する。親権、編集用紙が未成年の場合、養親の親権に服することになる。したがって、未成年者との養子縁組により、親権者は実父母から養父母に変更になる。養父母が養子が未成年の間に双方死亡したり、 養父母の親権の喪失や停止により、養親が親権を行使できなくなっても、利縁をしない限りは実父母の親権が復活することはない。養親が、養子の実親の配偶者である場合には、実親と養親の夫婦での共同親権となる。養子縁組の解消には、養子縁組に瑕疵がある向こう、取り消しの場合のほか、有効の縁組を将来的に解消する利縁がある。 縁組の無効は、はじめから当然に、養子縁組の効力が生じないが、縁組の取り消し取り縁は、一旦有効に生じた、養子縁組が当事者の意思表示により、縁組を解消する効力を生じる。縁組の無効、取り消し、編集離縁、編集転用使用士が離縁をしないで、さらに養子となること。養子が結婚し、配偶者の両親との間で、養子縁組をする場合、 養父母が離婚し、養母のご夫の養子になる場合などが当てはまる。養子縁組中のトラブルがあった場合でも、転養子をすることもある。アメリカ合衆国では、年間12万件を超える養子縁組が成立しているとされる。その中心的な担い手となるのは、民間団体と佐藤制度下にある子を対象に圧戦する公的機関で、 この2タイプが養子縁組の全体件数のおよそ3分の2を占める。養子縁組に関する認知度も9割近くととても高く、アメリカ人の約3人に1人が養子縁組を考えたことがあるとアンケート調査に回答している。このような社会的な関心の高さを背景に政府により養子に対する支援が行われている。民間団体に対する補助金はなく、 利用する団体によって、圧っにかかる費用は大きく、幅があるものの、公的機関の仲介によって、縁組をする場合には、圧っ料は、ほとんどかからない。これは、養子縁組が、国の児童福祉政策の一環と位置づけられているためである。他にも、養子の養育費を税控除という形で補助する仕組みがあり、2012年度は一世帯あたり、 最大12,650ドルの控除が可能となっている。アメリカでは1990年代にネグレクトや児童虐待が深刻化したことを背景にクリントン政権下で養子縁組と安全な家族法が成立し、養子縁組を増やすため国を挙げての取り組みが行われた。里親制度の下にいる子供を実親の元に戻すことを最優先させる。 従来の方針を転換するため、里親制度から養子になる事例を増やした週に、奨励金を払ったことなどが主な取り組みとして挙げられる。フランスでは、要保護児童の圧戦件数は年間約5,500件あり、児童の養子についてはアメリカに次いで多く、そのうち国際養子縁組が占める割合が3分の2と高い。国際養子縁組については、 国際養子縁組の共通ルールとなっているハーグ条約の規則を遵守した形での運用がなされている。国内の養子縁組の支援体制も充実しており、例えば助産施設を利用して匿名で出産し、法律的親子関係を作らないまま養子縁組を選択できる制度はフランスで養子縁組が多い背景の一つとして指摘されている。この制度を使えば、 無料で出産することができ、養父母児童のうち88%がこれに該当するという。韓国では、受教文化の影響で血縁関係を重んじるため国内養子縁組が進まなかったことや、未婚の母が社会で容認されないため、18子供を養育するのが困難なこと、母子家庭への支援策が少ないことなどの背景があった。 朝鮮戦争終結後の1954年には戦争孤児の海外養子縁組が始まる。圧戦をする民間機関が続々と現れた。1961年孤児入り養徳例法が制定。戦争孤児及び根結児の海外養子縁組の法的根拠となる。1970年代から1990年代にかけては海外養子縁組が拡充した。 産業化、都市化の進展において未婚の母が急増。未婚の母から生まれ子供たちは海外養子縁組に出された子供たちの大部分に当たる。しかし、国連子どもの権利条約に批准した1990年以降、施設収容より家庭的養護が重視され始め、養子縁組は里親制度と並ぶ養保護児童対策として、 重要な役割を占めていると認識されるようになった。その結果、海外養子ゼロを目標に国内養子縁組を優先させる方策が次々と打ち出された。要保護児童を家庭で育てる政策として、圧戦にかかる手数料の支払いや子供が13歳になるまでの養育費の補助などが行われるほか、心理治療についても支援がある。また、2008年には、 日本の特別養子縁組制度に類似した新しい親養子制度が施行された。スイスの里子の数は1万5000人ほどとされるが、これは2002年の国勢調査の数値であり、これ以降、スイスでどれだけの里子がいるのかは、スイス政府も把握していない。スイスの里親制度は、地域ごとにばらつきがある。さらに、里親仲介団体の質を保障する民間団体はあるが、 行政では、佐藤や仲介団体を監督する制度がないところも、多く、佐藤や仲介団体の設立に認可を必要としているのは2014年時点で5週に過ぎない。1950年代から1980年代にかけてのベルギーでは、予定外の妊娠をした何万人もの若い女性が、カトリック教会に収容されて出産し、当事者の感知しない養子縁組が、 教会によってなされた時期があり、教会に子供を奪われたとして、親子関係の解明を求める声が上げられている。ベルギー北部の自治体はこのスキャンダルの調査を行っている。ありがとうございます。